はい、退落の窓です。今回の話題、現代 EV 車がまた炎上、トヨタが出すまで。 ガソリン車にする。今回はこんな本音まで飛び出す電気自動車の炎上事故についてお届けしてまいりたいと思います。本当にまたかというニュースでありますけれども、お隣さんでももう現代の電気自動車など乗れるもんか、トヨタが新たに開発してそれをね、出すのを待つぞと言い出す、そんな始末でありますけれども、この辺も具体的には後ほどのコメントに出てまいります。 まずは報道内容から現代 EV 車アイオニック5軽軌道で衝突炎上1人が負傷という,、ね、こういう記事のタイトルでありますが。 現代自動車、アイオニック5電気自動車が25日午後5時47分、軽軌道リュジンで衝突後、死を吹いた。こういうね、書き出しであります。またアイオニック5ですよね。すでに日本にもこれ、上陸済みで販売されている、そんな車種でありますけれども、 この日、アイオニック5はメルセデス・ベンツ展示場近くの水源方向に左折途中、道路衝撃と思われるものに衝突した。衝突直前の車両速度が徐々に速くなる様子が後方車両のブラックボックスに記録されていた。こういうことでありますけれども、この速度、左折でですね、カーブを描きながらでありますけれども、 衝突までの間、まあその直前ですよね。不自然な加速をするんですよね。これがまた非常に不気味であります。はい。そして、龍神消防署によると、この市の事故で一人の負傷者が発生したが、幸い死亡者はいなかった。 しかし事故のブラックボックス映像を見ると車両衝突後約1秒以内に死がついた姿が確認されるが正確な事故原因の把握は相当時間がかかると見込まれる。 要するにこれわからないと言っているんですよね。恐ろしいですよね。それと衝突後約1秒以内に火がついたとこのように言っております。まあそれも正しい表現ではありますけれども、この映像を実際に見るとわかりますが、これもうほとんど衝突したと同時と言って良いと思います。要するに衝突0秒でもう発火しているということです。 はいそして今回のアイオニック5衝突炎上事故は、去る4日、釜山高速道路料金所以来2件目だ。 不産事故の場合、正確な火災原因は出ていないが、バッテリー問題ではなく、他の部品以上による可能性が高いと見られているということであります。結局なんだかよくわかってないということですよね。それでも車は売り続けるという状況であります。販売中止という報道はこれ一切見られません。恐ろしい話です。 今言及されていたプサンの事故、こちらも大落では取り上げましたけれどもね、韓国総然ヒュンダイ EV 車が衝突事故3秒で炎上し全焼というね、こういうタイトルの記事でありますけれども、料金所で衝突直後3秒で炎上したということ、これはね、気の毒ですけれども、本当に搭乗者の方、お二人が亡くなったというね、痛ましい事故になりました。 今回は命に別状はないということのようですけれども、負傷だけということのようですけれども、しかし問題の発火は先ほど申し上げた通り、衝突3秒どころではありません。衝突0秒で発火炎上ということです。しかしこんな危険な発火原因もまだわからないと言っている車を日本国内で販売していて、本当にこれ良いんでしょうか しかし日本政府はこれを止める素振りもなければ韓国メーカーも売る気満々こういう状況であります。 アイオニック5日本で10台ほど売れた中長期で狙う。こんなことをね、言っております。こちらも機械翻訳したものから見てまいりますけれども、5月から本格的に現代自動車の電気自動車アイオニック5と水素電気自動車ネクソが本格的に日本でオンラインで販売され始めた。 今年初めから現代車の日本進出という命題が話題になり関心が高まった。狭くて複雑な日本道路事情を考慮して以前のソナタなど中型以上を販売車種としなかった。狭くて複雑な道路事情って大きなお世話ですよね。よく平気でこういうことを人様の国に来てね、売ろうとしているものが言いますよね。 特に内燃機関車は日本の技術とともに成長してきた私たちの技術を一、二段階下に見る日本人の視点を考慮して未来者に選定した部分が評価される。未来者って言っちゃってますけれども未来者なら炎上なんてねぶつかっただけで炎上なんかしないと思いますけれどもね。ところがあちらの人は本当に堂々たるものです。こういうことをね言うわけです。 ここに日本が最も遅れている電気自動車を対象として、普及がある程度まで来た電気充電所と水素充電所のインフラも考慮したのは良い点だ。 時期的にも技術的完成度を考慮して希少価値と言えるのだ。何を言ってるんでしょうかね。日本は電気や水素電池、自動車の技術が最も遅れている分野だとね、こんなこと平気でこれのたまっておりますけれども大丈夫でしょうか。はい。しかし2ヶ月経った今の状態で先月の成績はあまり良くない。 販売が約10台余りの水準だがそんなに心配することはないと言いたい。いえいえいえ、そんな車売られて心配なのはこっちの方なんですけれどもね。売れないことなんかちっとも心配ではありません。そんなものが日本に、日本の道路を走るということがよっぽどおっかないわけです。 はい。そして、嫌韓で韓日関係に否定的な状況の中、日本人が購入するのは周辺の目が怖いだけだ。今は韓国電気自動車の優秀性を周知させる時期だと言える。いずれ韓日首脳会談があり、 関係は良くなるだろう。こんなことまで言っておりますけれども、注意の目以前に買いたくないものは買わないんです。500万、600万しますからね、これね。そんなものをお金出して買って、電気自動車じゃ下取りだって不安ですしね。しかもましてや現代では本当にね、ガソリン車であっても値段がつかないという状況ではないでしょうか、日本でどうでしょうか。はい、そして特に若い層を中心に、 韓流ブームも急激に熱気を帯びているおそらく12年以内に顕著な販売急増という肯定的な結果が導かれると確信する確信しちゃってますけれども若者を狙うならなおのことであります下取り値段がつかないのはねそれはもう仕方ないとしてそれを前提に 販売価格を驚異的に安くするというならね、まあ若者ユーザー層をね、狙えなくもないとは思いますけれどもね、それでもあんまり売れないとは思いますけれども、でも買う人は買うかもしれません。ただその場合であっても、まずは安全面を完璧にクリアするのが最低条件だとは思います。今はね、だからまだ売っちゃダメだということですよね。 はい。そして、500万台を超える重要な日本市場をミスミス逃すのは、プライドに関わる、我々が得た日本の技術を逆輸出する機会でもある、現在の韓国産電気自動車技術は明らかに世界最高水準だと、こういうふうにね、これ、大真面目に本当に言ってるんでしょうかね。 どうなんでしょうかこれつい最近に出た記事でありますから今回の EV 炎上事故これもねその前回のもの先ほど出てきたプサン事故についてはもうすでに分かっていたそういう時期に出されたね記事であります本当に何をこいてるんでしょうかと思いますけれども電気も水素も日本の技術の方が比べ物にならないほど段違いに上であります まあそれでもあちらの人たちはどうしても日本市場に挑むんだというのであるならば価格しかね本当に先ほども言った通りありませんよねそれも安全をクリアした上ですからまだまだ道のりは遠いということではないでしょうか実際にですねそれこそ向こうの現地の人たち韓国の人たちもネットでこんな悲鳴にも近いような コメントを上げております。例えばですね、軽い接触でも命に関わると覚悟しないといけない車だ。本当ですよね。乗るからには本当に命がけだということになります。それから、トヨタが全固体バッテリー車を出すまでは無条件でガソリン車だわというふうに、ね、言っております。お隣さんも現代車なんかを置かなくて乗れるかということですよね。固体電池の 日本車が出るまで待つんだと言っちゃっております。全固体電池。 エッケーリチウムイオン電池よりも早く充電ができるということと、それから発火事故を引き起こす危険も少ないと言われておりますよね。トヨタや、それからトヨタのみならず日産さんもですね、5年以内にはこれもう開発して商品としてね、出してくるだろうと言われております。はい、それからなぜあのような車を運転するのか怒りさえ覚えるということでね、あんな事故を見たらですね、 あんなものがですね、例えば自分の国、自分の都市、町にですね、走っていると思ったらやっぱり怒りますよね、誰だってね。それこそ走っているのみならず、例えばね、どっかの駐車場にね、止まっていると思ったらやっぱり怖いものですよね。 それから、ぶつけたら即廃車。これも本当に大げさでも何でもなく本当にね、あの映像を見る限りそういうことになりますよね。映像はですね、動画の説明欄の方に載せてありますのでね、もしよろしければご覧になっていただきたいと思いますけれども。はい、そして次。それでもベンツのディーラーに突っ込まなくてよかったということで、ちょうどね、 交差点の角のところにベンツのディーラーがね、大きなものがありますからね、あそこに突っ込んだらまたややこしい事件に発展するというね、そう二次被害的なことにね、なるんだと思いますよね。それから、走る仮装場だということでね、こんなことも言っております。まあ、不謹慎かもしれませんけれども、でも本当にそういうふうになってしまいますよね。今回はたまたま負傷だけ、だけと言ってもですね、実際どの程度の怪我かは、 分かりませんけれどもでも一面は止め,止めているということでまだ良かったわけですけれどもねはいそれから電気自動車は車両保険ではなく生命保険をかけないといけないこれもねお真面目にその通りだと思います。 そして、電気自動車の隣に車を止めてはいけない。本当にそうですね。私も先ほど言いました通り、どっかのね、例えば集合住宅とかそういうところの駐車場に泊まっていたら、本当に溜まったものではないと思います。駐車しているだけで発火してね、炎上した。こういう事件もたくさんこれまで起こっております。はい、それから炎上しているのに撮影者は素通りしているというね、こういう意見。まあ、これ当然ですね。 こういう意見も出ようかとは思いますけれども、これに変身があります。救助に駆けつけたところで爆発が起こり、二次被害になったらどうする現場に近づかず通報するしかないというね、こういうコメント。それからもう一つありますね。ガソリン車と違い、電気自動車は火が回ったら瞬く間に炎上するので、救助に行く方がはるかに危険ということでね、まあその通りだとそうだろうなと。 このように思いますはいということで今回もここまでご視聴いただき誠にありがとうございますチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録のほど何卒よろしくお願い申し上げますまあということでね今回またもやこうしてね大きな EV 車の事故が起こったわけでありますが先日24日ロイターが こんなね、報道も出しておりました。イタリアやポルトガル、スロバキア、ブルガリア、ルーマニアの5カ国が、欧州連合によるガソリン車やディーゼル車の新車販売を事実上禁止する時期を2035年から5年延長するよう求めている。 加盟国内で回覧された文書をロイターが入手したということでねちょっと待ってくださいまだ間に合わんということですよねそうしてる間に日本は全固体電池車両をバシッと出してくれるものだと思いますただですね本来 本当にこの電池自動車なんていうものは必要なんでしょうかね。ハイブリッドがあればそれで用が足りるとガソリンがあればガソリン車で走るそうでなければというところでハイブリッドなわけですからね。文字通りこれ以上環境にね何の問題も影響も及ばさないような車なんかないはずなんですけれどもね。 まあ、いずれにせよ、日本の技術力をもってすれば、どんなものが来ようとね、できないことはないと思います。ただね、いろいろ生産面のコストであるとかね、そういうところが今後問題になってくるとは思いますけれども、シャープが台湾の本海に買収された2016年、こういうね、またニュース、事件がありましたけれども、タイではあの当時、こんな投稿がありました。今回はね、こちらをちょっとご紹介します。 日本はまだアジアの技術をリードしているでしょうか中国や韓国との位置関係はどうでしょうというねこんな投稿に対してこんなコメントがありました。 私は日本の大学に通ったことがありますその開発技術は非常に先を進んでいることが分かりますただそれを商品化するまでは時間がかかります消費者向けの製品で語るとそれは技術以外の要因が多々あるので資格になりません韓国ブランドの製品であっても中身は日本の技術ものによってはイスラエルや中国インドもあるかもしれません 一般の人にとっては消費者の手元に届く商品が印象づけられるかもしれませんがそれで技術レベルは測れませんとこういうねコメントそれからもう一つありますそれに日本が軍事産業にも本格的に力を入れたら 世界最強、すごいことになります。国連の常任理事国入りとなるのではというね、こんなコメントもありますけれども、この人もね、ある意味先を見ていた先見の明があるようなコメントだなと思いました。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。